ジュリア・カロザースは、明治2年に夫婦で来日した長老派の宣教師で、クリストファー・カロザースの妻、原女学校の前身長老派女学校を設立した人物である。ジュリア・カラソルスとも表記する。クリストファー・カロザース宣教師1845年に、バージニア州ホイーリングのボクシー・チャード・ヴィドッジの長女として生まれる。小学校の教師を務める。 1869年4月6日にウィーリングの第4長老協会でアメリカ合衆国長老協会の宣教師クリストファー・カロザースと結婚式を挙げる。6月にウィーリングを出発して大陸横断鉄道に乗り西海岸に行く。1869年7月サンフランシスコ港からグレートリパブリック号に乗り7月27日に横浜港に着いた。 カロザース夫妻は、クリストファーの友人エドワード・コーンズ夫妻の紹介で、横浜居留地39番のジェームス・カーティス・ヘボン、宅の長老協会選挙士官に滞在した。夫クリストファーは、デイビッド・タムソンとエドワード・コーンズと一緒に、東京の視察を行い、東京の伝道に力を注ぐことになった。ヘボンとカロザースが東京に出て、築地雑居地域の南小田原町の日本家屋を、 賃貸し、10月にジュリアは、クリストファーと共に、東京築地に移住した。築地の日本家屋を改修して住み始める。すると、青年たちが、英語の指導を求めて訪ねてきた。そこで、東京における、最初のミッションスクールカロザース塾が開始された。1870年6月2日に、築地外国人居留地の第一回セリガ市が行われ、在日ミッションは、 築地の沿岸部の6番地375坪をタムソンとカロザースの連名で購入した。そこにカロザース夫妻用の2棟の宣教士官を建設した。1870年10月に完成し、夫妻はそこに住むことになる。1871年2月にジュリアが体調を崩してアメリカに一時帰国する。一時帰国中にジュリアは日本の女子教育の使命を抱いた。 1872年3月5日に、ジュリアが再来日すると、チムラ・ゴロが二人の少女を連れてきた。この二人の少女から、ジュリアの女学校が始まった。1872年4月3日、銀座大火がある。関連する火事で六番地の宣教士官が消失する。日本橋柏呂町の日本旅館に避難した。ここで、ジュリアは、音楽の授業を行い、 生徒たちに賛美歌を歌わせた。避難生活のあと1ヶ月後にバラックを建てて戻り、1873年2月に、築地距離打ち6番のミッションロッドットに、自宅用の A 棟、他の選挙仕用の B 棟を再建した。さらに、ミッションの同意を得ないまま、紹介道研究室と石造りの倉庫を建設した。1872年8月に、 銀座万年教に開校した上田女学校でジュリアは流暢な日本語で教えた。自宅用 A 棟で女子生徒10名を集めて女学校を再開する。これが A6 番女学校と呼ばれるようになる。1874年、ジュリアの女学校 A6 番女学校が長老教会フィラデルフィア婦人伝道局に加入し、女学校もその管轄になった。 23名の生徒がおり、長老派女学校と呼ばれた。1873年に来日し6番 B 棟に入居したメアリー・パークとケイト・ヤングマンが、長老協会ニューヨーク・プジン・伝道局の援助で、女子寄宿学校を開校した。また、B6 番女学校と呼ばれるようになる。メアリー・パークは5月に、東京キリスト公会のタムソンと結婚したので、女子寄宿者は、 カムソンの審査会協会と結びつくようになった。そこでカロザースとヤングマンに感情的な対立が生じた。カロザースは在日長老ミッションと関係する長老派女学校の正当性を主張して激しく攻撃しヤングマンに女子寄宿学校に廃校を迫った。1876年1月4日に築地距離地6番で行われた在日ミッションの 長老会で、やそに日本語表記の問題で対立して、カロザースがミッションを辞任することになった。夫妻がミッションを辞任することで、長老派女学校の生徒は、退学を希望して廃校になった。ジュリアの勧めで二人が、ヤングマンの女子寄宿学校へ転校したが、他の生徒は、日本独立長老協会に加入したので、協会付属の女学校を開くことになり、原種明き、 戸田金道らの出資により、銀座三十軒堀に校舎を購入し、ジュリアを教師に招いて、1876年に新しい女学校が開設した。1876年4月22日に横浜から東京丸に乗り、上海に向かう。上海で一週間過ごした後に日本に戻る。クリストファーは単身で長崎経由で兵庫で下船し、広島へ向かった。 ジュリアは5月11日に単身で横浜に向かい刺激学校へ向かった。しかし、ジュリアは体調を崩して女学校を辞任し静養していた。クリストファーが夏休みになり8月16日には夫妻で横浜から広島に向かった。広島でクリストファーは広島英語学校の教師になり、そこで大和田武樹を教え、ジュリアも大和田にオルガンの双方を教えようとした。 ジュリアは広島でも体調を崩してアメリカに帰国することになった。1877年2月22日に横浜に着き3月3日に北京号に乗り日本を離れた。ジュリアが帰国する際に夫のクリストファーは立ち寄ることはなかった。アメリカに帰国したジュリアは両親と一緒に生活を始めた。1878年2月にクリストファーも 日本での親とい教師を辞めてアメリカに帰国する。しかし、クリストファーは、ジュリアとは、離れて生活し、ワシントンテリトリーのポートタウンゼントに住む。しばらくして、クリストファーは、ジュリアと共に宣教師復帰運動を展開するが、ウィリアム・イン・ブディーラの反対で実現しなかった。その後、ジュリアは、父親の教会の転任に伴い、カリフォルニア州のサンディエゴに移住する。 1883年7月にジュリアは、日本の横浜にいた夫の提案を受け入れて、日本で共に再び共に宣教師をしようとした。しかし、反対に愛再び実現しなかった。宣教師復帰に失敗した夫クリストファーは、サンフランシスコのジュリアの元に立ち寄るが、再び一緒に生活をすることなく、事実上の離婚状態となった。ジュリアは、実家で過ごし、 裕福な家族と一緒に世界中を旅行して過ごした。1901年頃には日本に観光に訪れた。1914年3月26日ジュリアはサンディエゴで68歳で死去する。遺体はサンディエゴのホープ山墓地に葬られた。カロザースとは実質的な離婚状態で温身不通になった。カロザースはこれを 彼女は賢く決断してしまったに違いないと書いている。夫クリストファーは1898年に再婚し、ロペストで農牧業に従事する。ありがとうございます。